時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオン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 その昔縁の小津に命を受けし赤き御法の寄進ありその名を前期前期混合の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたりそして今この世に災い現れし時無敵の鬼神前期は再び蘇らん。帰り道もこの坂さえなければな。こいつ6年生だぞ。なんだよ、変なやつ。行こうぜ。6年生だからってそんなとこでノロノロ歩いてんのが悪いんだからな。まったく乱暴ね、あの子たち。大丈夫？ちょっと、ねえ。おかえんなさい、ひろしちゃん。ママはこれからお出かけしてくるから、お留守番頼むわね。僕今日テストでね。おやつはいつものところに置いてありますからね。ごめんなさいね、ひろしちゃん。ママ大事なようで急ぐから、後でね。じゃあね。面白い話があるんだ。聞いてみたい？え？今なんつったの？地球には不思議な生物がまだまだたくさんいるって話だよ。あんた誰？僕、宇宙からやってきたんだよ。俺は忙しいんだ。そういう話は他でやってくれよ。僕だよ。え？誰？純次くん？地球のことをどのぐらい知ってる？あのさ、どこのガキか知らないけど、いい加減にしなさいよね。
この手があったか。まあ、なんでしょう、こんなに散らかして。ひろしちゃん？あら、電気もつけないで何してるの？もしもし？なりやがるもんだから、ちょっと黙らせただけじゃねえか。お客さんかもしれないでしょ。へん、そんなことは知ったこっちゃないね。待ちなさい、まだ話は終わってないわよ。これ千秋、聞いてよばあちゃん。前期ったら勝手に電話切っちゃうのよ。前期殿には無理からのことじゃて、そういちいちめくりが立てるでない。もうや、こんな毎日。ごめんくださいませ。あれ、お客さんじゃ。何の用だ？何の用？失礼しました。ご用件は、私が受けたまわります。実は。なるほど。それ以来、ひろしちゃんは、ぷっつりと行方不明になったんじゃな？はい。大好きなケーキには全く手もつけずに、ちょっと思い詰めるタイプですけど、とっても素直ないい子なんです。警察には届けました。毎日待っても警察からは何の音沙汰もなく。それで私、いても立ってもいられなくなり、もう神様におすがりするしかないと。お任せください。うちの先祖である縁のおずぬ様は、数ある払い師の中でも、特に有名で。では、そのおずぬ様とやらのお力で、どうか、たくろひろしちゃんを。わかりました。何事じゃん、創造師。うちの。落ち着いて話せ、栗林。うちの、和尚様が、ぐーたら生臭い破壊坊主がどうかしたのか？そうそう、その樹海和尚様が。早く言わんか。消えちゃいました。何？どういうこと？あ
ちこちで神隠しが起こっているという噂を聞いていた矢先に、お嬢様のところへ電話がかかってきて。して、どうした？僕の目の前で。あっと、消えたと申すのか。はい。電話、確か、ヒロシ君の時も電話が繋がっていて。そうですわ。その電話が怪しい。どうやらただの神隠しではなさそうじゃな。その調子よ。町中の連中を消しておしまいなさい。今こそ復讐してやるのよ。そばの出前はやっとらんない。間違い電話。はぁ、あ、ドキドキしちゃった。今度こそもしかして。もうじれったいわね。もしもし、あなたもしかしてヒロシ君？そうでしょ、ヒロシ君なんでしょ。今どこにいるの？あなたのお母さん心配してここに来てるわよ。ヒロシちゃん、ママですよ。ほら聞こえたでしょ。大丈夫、安心して。よこせ。何すんのよ。やいてめえ、俺様が相手になってやる。こそこそしてねえで出てきやがれ。返しなさい前期。嫌なこった。ここから正気がプンプン匂ってくるんだ。何、正気が？本当に？ああ、消えおった。憑依の実が俺様を案内してくれるってか。え、憑依の実？まさか。今にわかるぜ。こいつら、どうやら余計なものを取り込んでしまったようね。行け、我がしもべよ。邪魔者をここから追い出すのよ。何？なんだてめえは！あなたは確かこの間の。そっか、あなたがヒロシ君ね。そうだよ。よかった、無事だったのね。他の人たちはどこ？出て行け。僕はただ友達が欲しかっただけなんだ。何も悪いことなんかしてないんだ。なのに。何を言ってるの、ヒロシ君。来るな！おい、近寄るな。こいつただのガキじゃねえぞ。やっぱり憑依の身に囚われてやがったな。ヒロシ君、こっちじゃ。
とと俺様を召喚しやがれ。わかったわ。我と来る。待ちやがれ。逃げちゃうよ、ゼッキー。やろう。この中に入り込むにはどうすりゃいいんだ。回線が切れてるのね。ちょっと待って。お金、お金、どうしよう。お財布持ってこなかった。超銭がいるのかよ。千秋、これを使え。ばあちゃん、早くしろ。つながった。よし、わしらもあとおんじゃ。ババ様、見失ったらどうしましょう。安心せ、千秋の腕にあるご法リングがわしらを導いてくれる。ババ様、今度は何じゃ。10円玉、後でちゃんと返してくださいね。女、早く召喚しろ。行くわよ。我と来る真の呪縛、奇獣の刃にて封じを断つ。ここに剣刃、もう逃がさねえ。このうつけが俺様から逃げ切れるとでも思ったか。電話線は全て断ち切ったわい。その通り。もはや電話線を伝って逃げることはできるぞ。貴様ら、この霊は必ず。待て。いけないことしちゃった。安心して、悪い化け物は退治したわ。でも僕。大丈夫、みんなヒロシ君のこときっと許してくれるわ。もう決めたんだ、お詫びにみんなと友達になれるように頑張るから。そうね、頑張ろうね。お姉ちゃん、ありがとう。うめえ。もう、じゃあ、まただ。九階和尚。え？ああ、国林か。いや、一体わしはこんなところで何をしとったのかな。ヒロシ君、そうですか、ヒロシが。
すみません、お母さん。私、何もできなくて。はい。ひろしちゃん？その声はひろしちゃんなのね。どこにいるの？元気なの？あの、お母さん。元気そうね。ママ、ひろしちゃんのそんな元気な声、初めてよ。ママ、僕ね、友達がいっぱいできちゃった。うん、そうだよ。電話を使えば、世界中の人たちとお話ができるんだ。優しい笑顔、あ、見ていたら